皆さんこんにちは、まいです。今日は私たち夫婦が子供を授かる前に家を建てた理由と、家を建てて良かった点と、これから家を買おうかな、どうしようかなって迷ってる方への注意事項をお話ししたいと思います。よければ最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずはじめに家を建てることになったきっかけなんですが、彼と結婚することが決まって自分の親に報告をするじゃないですか。で、どんな人か、年齢が私より11個上、職業はこういう仕事してるっていうことを伝えたら、で、父の方が結構年の差があることに驚いていて、反対っていうわけじゃないんですが、彼の年収を聞かれました。私の父はちょっとお金にシビアなところがあるので、彼と年の差っていうのもあったので、まあ心配もあってかいろいろ細かく確認されました。で、実際彼と会ってもらって全然問題なく、ただ一個条件みたいなのを私の父が出したんですね。それができるだけ早く家を買うことだったんです。よく賃貸派か購入派かって分かれると思うんですが、父は断然購入派で、でやはり年齢が上に上がるにつれローンのね、組める金額も少なくなってきてしまうので、まあ、できるだけ早く家は持つようにという条件を出されました。で、それを言われた彼自身はもともと独身の時に家を建てようとしてたらしく、それは断念したみたいなんですけど、だから全然家は自分も持ちたいですっていうことを言ってくれて、で、私と彼で話した時に、じゃあ結婚式よりも家を先に建てようかっていう話をしました。で、彼のご両親にもそれを伝えたところ、もう大賛成してくれて家を建てることに決めました。で、ちょっと余談なんですけど、その結婚が決まった友達などに報告するじゃないですか。まずやっぱり最初に言われるのが、結婚式はどうするのって周りの子に言われて、いや実は結婚式の前に家を建てようと思うんだよねって伝えました。そしたら大体の子が、え、大丈夫なのっていう反応なんですよね。私はむしろなんで、え、そんなに心配なのって思っちゃったんですけど、まあ今思えばね、その時私26歳だったので、あまり持ち家をまだ持ってる子がいなかったっていうのもあったと思うんですが、で、中にはどこのハウスメーカーにするのって聞いてくれて、地元の工務店にお願いしようと思うんだって言ったら、え、そんな小さなところで大丈夫って言われたり、え、ローンを組むって借金することでしょって言われたり、え、家を建てるなら東京オリンピックが終わってからの方がいいんじゃないって言われたり、結構否定的な意見の方が多くて、正直辛かった。もう本人たちと両親が納得してればいいじゃんって思ってしまって、なんか思い出してきたらイライラしてきた。はい、家を建てる前はそんなことがありました。で、実際家を建てて今住んでみて、もうメリットの方が多いです。まず一つ目が、ここの土地柄なんですけど、賃貸で借りるのとそんなに値段が変わらないんですよね。なんならうちは注文住宅なんですが、建て売りの方が賃貸よりも安い場合もこの土地はありました。で、二つ目は、我が家は車を持っているので、で、ゆくゆく2台持ちにしていく予定なので、やはり駐車場代がかからないっていうのはかなり大きいです。特にマンションなどは駐車場が抽選って聞いたことがあるんですけど、そうなったらね、2台置くことはちょっと難しくなってしまうので、我が家は戸建てを選択しました。で、あとこれはもうタイミングだと思うんですけど、その結婚した当初、消費税が 8% から10% に上がるっていうのはもう分かっていたことなので、結婚式よりも価格の異なる家を先に始めた方が、やっぱり消費税のこの 2% ってすごく大きかったなって思います。あとは
さまざまな世界情勢の影響で今家の資材もねかなり値上がってると聞きました。なので早めに建てておいてよかったなって感じてます。続いてちょっと違う視点からのメリットなんですけど、子供がいないうちに家を建てたことによってやっぱり綺麗な状態が保つことができました。あとは家作りに必要なハウスメーカーをいろいろ見に行ったり私たちもしたんですけど、結構長い時間説明されるんですよね。いや、ちっちゃい子は結構きついなって思いました。自分たちのペースでゆったり楽しく家作りができたなって思います。あとは特に注文住宅なんですけど、よく見るおしゃれな注文住宅ってほとんどオプションでおしゃれにしてるんですよね。だから不妊治療しながらお家の計画ってなってたら、まだ不妊治療いくらかかるかわからないし、やっぱり保険適用とはいえすごい高いし、まだいくらかかるかわからないからマンションや建て売りにしようっていう選択に変わってたかもしれません。そしてまだ子供が授かる前に家を購入しようか建てようか迷ってる方への私の注意事項なんですが、目の前が公園っていうのはやっぱり避けた方がいいかなって思います。本当ね、すぐ授かれればね、お家の目の前が公園っていうのはとっても便利だし、いろんな人とも触れ合えるし、いいことはいっぱいあるんですが、やはりね、万が一うまくなかなかいかなかった時に辛い時もあるかもしれません。で、あと妹も家を建ててるんですね。新しいお家が10軒ぐらい一気に建ったんですね。で、その新しいエリアの方たちのお家は全員子持ちなんですよね。妹は子供がいるんで全然いいんですけど、その新しいエリアの方たちと一緒にみんなで花火をしたりプールをしたりするみたいで、不妊治療中私だったらその輪に入れないのは私はめっちゃ辛かったと思います。そういう新しい一気に開拓されてるエリアっていうのは気をつけた方がいいかなって私は感じました。あと私自身が実際体験したのが、ここに来てご近所に挨拶回りするじゃないですか。 3,40 代のご夫婦から言われることはなかったんですが、やはり年配の方からは、あれ子供は?っていうのは大体言われました。で、その時私たちは妊活すらしてないので全然ダメージはゼロなんですけど、ちょっと古い考えの方が集まるようなエリアは地味にダメージがあるかもしれません。なので子供だけじゃなくて私なんかは、奥さん仕事してるの?っていうのも驚かれました。今時女性も仕事も当たり前だよなと思ったんですが、そう、仕事してることも驚かれたり、あとは幼稚園の勧誘のチラシなどもよく入ってました。多分人によってはそういうのも結構ダメージ食らうと思うんですよね。まあ、目立って感じた注意点は以上となります。そして私たち夫婦はやっぱり家を建ててよかったっていう結論には至ってるんですが、住んでるエリアだったりライフスタイルによっては賃貸の方がいい場合ももちろんあると思います。あとはマンションや建て売りもすごくメリットいっぱいあると思うので、迷ってる方はぜひしっかり調べて決断してもらえたらいいかなって思います。今日も話をいっぱい聞いてくださりありがとうございました。それではまた。